桜井ののか1000万プロジェクト始動。これはセクシー女優たちを1000万売り上げるキャバ嬢にすべく立ち上がった伝説のキャバ嬢と、新たな伝説のキャバ嬢への一歩を踏み出した5人の女性の物語。某日、歌舞伎町クラブ R、 先日行われた1000万プロジェクトオーディションにて採用された6人のセクシー女優たちがこの場所に集まっていた。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。そして合格者の皆さん、おめでとうございます。どうですか実際、何人かオーディション、もちろん、マネージャーさんからの、審査が入って、そこから私は面接っていう形 の、 最終審査に葵さん、葵空さんと一緒に入らせてもらったんですけれども、なんかあれ、この子受かってないんだとか、この子受かったんだみたいな、そんなのあったりします？今回 の、 企画自体はすごく本当に真剣に取り組んでいるので、やっぱりこう数があまりに大きくなってしまうと、1000万円皆様に売らせたいと、合格を出したみんなにはやっぱ目指してほしい、でその中でもやっぱミニマム1人は絶対に出したいなっていうところで、私がプロデュースをするにあたってプロデュースできる限界の数だったのかなと思います。プロデューサーってプロを作るのがプロデューサーなんですね。皆さんいっぱいね私に対して不満とか出てきたりとかするところもあると思うんですけど、私も昔は売れっ子キャバ嬢としてね売り上げを長い間立ててきたので、私が言ったことに対しては素直に聞いていただいて、でもこれは違うんじゃないかなっていうところに関しては、お互い意見を言い合って妥協点見つけて、おのおのに合った接客スタイルを見つけて売上1000万円を目指していただければいいなと思います。キャバクラっていう仕事自体がこうなりたい職業ランキングに入ってきたりとかして、みんながこう憧れる職業になったりとかして、ちょっとなんか楽に思ったりする人が多いのかなっていう、最近なんかイメージがあるんですけれども、実際はめちゃくちゃ大変で、本当に精神を擦り切らす仕事、本当に自分の時間ないですし、キャバクラ嬢は365日24時間キャバクラ嬢でございます。お客様からの電話必ず出てください。お客様の連絡必ず返してください。起きてる時間は常に自分はキャバクラ嬢であるという自覚を持ってやっていってほしいなって思います。そういう感じでね、一生懸命その売り上げ立ててくると、やっぱりこう嫌なことだったりとか、もういいやとか投げ出したくなったりすることたくさんあると思うんですけど、私は今回合格を出した皆様には良き相談者として絶対に支えるので、私を信じてついてきてくれればと思います。プロデューサーとしての試みは初となるののか。全員を1000万プレイヤーにすべく大きな熱意でプロデュース業に臨む。そしてまずこの日に行われるのは、本日は一番キャバクラ嬢で大事なところなんですけれども、宣材写真の、撮影を、したいと思います。で一応プロのカメラマンさんとヘアメイクさんはこちらで手配させていただいたので、順番に撮らせていただきます。私はキャバクラでも宣材何回も撮ってますし、アネアゲハっていう雑誌でモデルもやらせてもらってるので、一応そのキャバクラっぽいポージングだったりとか、ナチュラルなポージングだったりとか、いろいろその辺は他の人よりは詳しいのかなって思ってますので、ちょっとこうみんなが撮ってる間にこう見させてもらって、ちょっとアドバイスさせていただきたいと思います。はい、はい、本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、キャバ嬢としては欠かせないものの一つである宣材写真の撮影が第一ステップとして行われる。だがその直前にとある事件が。ミーティング終了後、合格者の一人であるエミリーがののかを呼び出した。エミリーさん、
話って何ですか、ちょっと怖いんですけど。まあ、ちょっと実はなんですけど、はい、あのまあ、オーディションもしていただいて、うん、あの採用もいただいたんですけど、あの六本木の拠点の方に実は在籍がありまして、うんうん、そうなんです。でそちらの方も、うん、あの月に数回しか今出勤はしてない状況なんですけど、うんうん、なんとエミリーにはすでに在籍しているキャバクラがあったのだ。なるほど。ちょっとこちらも確認不足だったんですけど。確か。そうなんですよね。キャバクラって二重在籍ダメなんですよね。いやエミリさんめちゃくちゃ欲しいんですけどね。なんか本当にあのもう売れる匂いしかしないというか。あ、こんにちは、エミリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。笑顔が素敵。来た瞬間にああそういうことねと思ったわ。あ、じゃあトリリンガルってこれ。欲しかったんです。え、あの結構最近そのあの海外のお客様が来ることが多いので採用お願いします。そりゃそうだ。ためたけど。バレちゃいました。よろしくお願いします。はい、決め手は、いや、もう決め手は、総合点が高い。高い。ちょっとこれですね。よろしくお願いします。オーディションの時も、かなりの好印象だったこともあり、ののかは、ショックが隠せない。本当に在籍しちゃってるの。はい、すいません。なんか、私も、本当数回ぐらいなんで月にあんまりその業界のしきたりとかルール知らずに、まあ、この話が出た時にあなんか頑張ってやりたいなと思って応募したんですけど、うんうんうん、ちょっとそうだね、がったのかな。まあそうですよね。まああの水商売やったことなかったらまあ知らない、まあ、ルール、まあ普通の人だったらね、まあ、知らないルールですし、別に、まあ、これは、まあ、今回は仕方ないんですけど、ちなみにそちらのお店ってどれぐらい働いてるんですか？空き缶はもう半年ぐらい。半年ぐらいなんです。楽しいですか？はい。まあ、月に半年数回なんです。楽しいんだ。オッケー。じゃあ、あの、もし、そこのお店で働くの、つまんなくなってきたりとか、疲れたなって思ってきたりとか、なんかここにいても成長ないんじゃないかなとか、思った時はぜひまた一度ご相談いただければなと思います。はい、ま、すいません少しの間だったまたまたぜひ、はい、ぜひお願いします。こちらこそお願いします、はい、店舗の二重在籍はできないルール。今回は苦渋の決断ではあるが受け入れるしかなかった。まあ、なんで今日ちょっと洗剤とかは、うんうんうん、お伝えはできないんですけど、うん、まあ本人にも事前にあの自分の方から話、野中さんの方に話をしておくからあの今日来なくていいよっていうことは伝えたんですけど、うん、どうしても直接伝えたいっていうのが本人から あの要望だったので今日来てもらって、はい、直接お話ししていただいたという、なるほど。わざわざご足労いただきありがとうございます。本当ありがとうございます。なんか今後どこかでまた何か仕事につながったらいいなと思ってます。はい、またどこかで会いましょう。はい、はい、お願いします。今日はお疲れ様です。すいません、わざわざ、はい、ごめんなさい、時間作ってもらって、ありがとうございます。こうして最終的なメンバーはこちらの5名に。次回は宣材写真の撮影に密着、そしてオーディション現場をざわつかせた東雲あずさから告げられた言葉とは。私の考えてたことって動画 その企画自体を、まあ、壊しかねない行動だったのかなというか、まあ、結果的に壊してしまったんじゃないかなってちょっとその件について